茨城だらだら探検隊隊長の龍でございます。つくばエクスプレスシリーズ第3弾ということで、緑の駅に来ました。はい、緑の駅なんですけどもね、緑のライトが少ないんですよね。ほぼないですね。はい、勝手にですね、緑の駅っていうぐらいだから緑が強調されてね、こう主張してきてるんじゃないかななんて思ったんですけども、そういうわけではなかったみたいで、はい、ちょっとね、勝手にそうなんじゃないかなって思っちゃってたもんですから、なんかちょっとだけがっかりしました。はい、ということで最後ね、つくばエクスプレスシリーズの締め、緑の駅、最後まで見てってくださいね。はい、ということで続きをどうぞ。